清少納言は平安時代中期の作家、歌人です。彼女の名を留める作品として、枕草子があります。これは平安文学の代表作の一つとして知られています。清少納言は広報3年頃、966年頃、からマンコトブ2年頃、1025年頃まで活躍しました。